はい、こんにちは、アクアプラスです。今回ね、茨城県の鉾田市のね、メロンを買いにね、行ってきました。そしてこちらね、深作農園という場所があるんですけど、そちらでしかね、多分作ってないと言っていましたけど、そんな感じのちょっと鉾田でもね、ちょっとレアなメロンです。オーロラグリーンという種類のメロンになります。多分ね、この辺のスーパーには売ってないし、見たこともないので、それではね、切ってみたいと思います。もうね、買った時にはもう食べてもいいですよということだったので食べますけど、すごいもうね、メロンの香りがします。伝わらないのはちょっとね、残念ですけど、メロンの香りすごいです。それではね、半分に切ります。うわ、すごいサクッとね、ちょっとナイフ入りました。皮はね、黄色なんですけど、身はグリーンです。はい、こんな感じで、あ、もうね、本当にいい感じ。この辺がね、熟してる感じで食べ頃な感じがあります。ちょっと切り損ねた場所とね、つまみ食いしてみます。すごい甘くて美味しいです。これほんとね、幻っていうかレアなメロンなのでね、もしあの深作農園もうね、多分ないと思いますけどね、今週いっぱいあるかどうかみたいな感じだと思うんですけど、あった場合はね、ぜひ、まあ、来年でもいいので買って食べてみてください。Thank you.